わかった。俺やるよ。俺リベロになる。今回研究の結果ついに。お前誰、帰ってごめん。気に入った。町田スタンピングでございます。町田マジでいらない。正解。町田は俺の IG 枠だから。帰れよお前は。アダルさん枠がパンパンなんだろ。違う、今君たちの目を覚まさせてあげましょう。僕がこの半年間ホーンとコレイトンだけで食ってきたと思いますか。最大56。町田いけるか。当たり前だ加藤さん。町田なのかよドラゴンキャノン。いや町田一人抜け。よし抜け、いけいけいけ。町田お前のドラゴンキャノン。いけドラゴン。いけよ町田。キャノン。寝坊しちゃった。俺の可愛さも出たところでいくか。まあ一応名目上は最終回という日だから聞くか。やっぱな、俺よかった聞かね。最終回でよかったな。あの頃僕たちはねね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 。あの頃僕たちはねね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 ね。ありがとう、よかったな。ありがとう。最高。そしてここでファイヤーのオープニング、ここぞとばかりに聞く。俺はファイヤーやろっかな今から。シャナナナシャナシャナナナシャナナナナシャナナナシャナナナナシャナナナシャン。あぶね、初めからやるところだった。あぶね、持ってかれかけた。さあやろけ。病気になる。やばい、病気になる。ちょっと待って。日曜帯の使者ラララ。ほう、ジェネシスがあの技をついに完成させたようですね。私の望む世界のためにお前たちはもっと働かなくてはいけません。父さん、あれなのか。父さんの望む世界のためだけに俺たちは生きているのか。私の大切なもの。多分これ息子のことだろうな。父さんの大切なもの。分かった、息子の DNA を抽出して、それでなんか試験管ベビーみたいな感じで多分作られたんだろうな。え、エリア学園の本拠地に乗り込むって。監督、俺は反対です。今のあのね、今日ちなみに最終回でイラストいっぱい多分1000通ぐらい来てたんだけど、あまりに来すぎてダウンロードができなくて、本当にまあブワーって見繕ってきました。もちろんその1000通のうちの998通は本当に鉛筆線1本で書いたような純最終回みたいなゴミみたいなやつだったんで、もう気づかないふりして捨てました。ゴーエンジも津波もチームに合流したばかりだ。もう少し調整が必要だろう。それでも今のあなたたちならいい勝負ができるのかもしれない。今のこのチームが史上最強のメンバーだと。まあ確かにこれ以上のチームはねえな。それにエイリアに勝てるとしたら、それは今しかない。何としても止めなくては。そしてそうしないとあの技が完成をしてしまう。え、ひとみこ監督何か言いましたか。いいえ、何も言っていないわ。とにかくすぐに出発をします。それがジェネシスに対抗できるただ一つの方法よ。いつかは決戦の日が来るとは分かっていたんですけど、まさかこんな急に出たんで。そう、お前のせいで俺は腹筋が筋肉痛になってる。こいつのいつも壁山の声を出すためにふぅって声出すけど、それでいつも喉とお腹を痛めてる。その筋肉痛とも今日でお別れだと思うと悲しいな。そうと決まったら早速準備しなくちゃ。こうしちゃいられないぞ。手を抜けないからな、壁山だけは。皆さんはうちのライモンイレブンの最強のレベルのやつの一番の年上誰か知ってますか。そうなんです、塗り壁くんなんです。なんかさ、遠藤レベル全然上がんなくない。ずっと一緒だったのに。え、ライデンガード負けてる。なんで。今は遠藤の力がパーティーに必要だ。まるでライデンの力はパーティーに必要でない、そう言っているようだな。みんな揃ったかしら。エイリア学園の本拠地へ乗り込むわよ。あれ、吹雪くんがいない。僕どうしてまだキャラバンにいるのかな。お前さ、いい加減立ち直れ。9勝と10勝ゴールキーパー5点。ふざけんなよ、ふざけうよ、つながりよ。使えねえのか俺ライデン。
今日では確実にクリアできません。いい妄想したら明日やるもん。吹雪四郎だな。エイリエ、あ、やばい。おい、待て。闇落ちするんじゃねえ。うちのチームでサッカーをやる気はないかね。君の力が必要なんだ。ダメだ、アツヤ。こいつらはエイリアンなんだぞ。誘いに乗っちゃダメだ。こいつらは俺たちの力が必要なんだってさ。止めても無駄だぜ。だって、シロ、言ってただろ。俺になりたいって。いや、やめろ、アツヤ。そいつらについていくの。俺もこれやろう。俺が悪いことした時に、いや、やめろ。もう一人人格作ろう、俺に。そいつのせいにしよう。え？普通に、こいつ裏切られた。嘘？出てっちゃった。俺もう一度、探しに行ってくる。ふぶきくんは今のライモンイレブンに絶対必要な選手とは言えない。何が言いたいんですか？今を逃すとエイリアを倒せる確率は限りなく低くなる。だから、まさか放っておけって。そう言うんですか？そんなこと、できるはずがない！そうよね。ごめんなさい。お、監督が折れた。あら、お父様からだわ。え？ふぶきくんがライモングランドで見つかった？早くね、移動すんの。テレポーテーションか？でも、ちょっと様子が変らしいのよ。俺たちにはお前が必要なんだ。どこへも行かせないぞ、ふぶき。もしくはデザーム。過去デザームでもか。ああ！ライモン中の校舎が新しくなってる。すげえ、立て直ったんだ。ふぶきよかった、見つかって。心配かけんなよな。離れろ、エンド。あれはいつものふぶきなんかじゃない。まるで別人の目だ。まさか、お前アツヤなのか。ふん、今頃気づいたのか。おい、アツヤって誰だよ。ふぶきくんの亡くなった弟さん。サッカーの試合の時はたまに表に出てくるんだけど、いや、ほぼ表に出てきてた。遅かったな、貴様ら。彼はもうエイリア学園の一員になったんだ。違うな、俺がアツヤが自分で決めたんだよ。何か訳があるんだろう。聞かせてくれよ、ふぶき。訳を知りたいのか。だったら俺とサッカーで勝負しろ。俺の名前はふぶきアツヤ。ライモン中のエースストライカーだ。お前らには負けない。特にゴーエンジ、お前にはな。染岡は、アツヤやめろ。ぐ、頭が痛え。クソ、白のやつ。ち、所詮はこの程度か。役に立たないやつめ。置いてけ。俺がもらっていく。ま、待て。お前は必要だぞ、うちのチームに。ひとまず資料に戻ったようだな。このまま寝かせてやろう。ふぶき、俺たちは仲間だ。エンド君、悪いけどもうあんまりお前いらねえとか言ってたじゃねえかよ。ここで準備を整えてからすぐにエイリアの本拠地に向かいましょう。へえ、仲間割れか。無様だね。誰？マジで誰？マジで誰？お前、グランのお気に入りがどんな奴らか見に来たが、どうして君たちのような奴に執着してるのか。まあ、イケメンであることは確かだな。私の名前はガゼル。エイリア学園ダイヤモンドダストのキャプテンなんだ。グランより先に君たちを倒して父さんに認められる。そして今度こそ私たちがジェネシスの称号を手に入れるんだ。イケメン。ジェネシスの称号だと、それは一体どういう意味だ。君たちは知る必要ないさ。なぜなら君たちはここで私に倒されるのだから。さあ勝負しよう。勝負ってお前一人で俺たちと戦うつもりなのか。ふう、それくらいのハンディがないと勝負にならないだろう。まさか総合でやるの。サッカーじゃないの。さあ行こうか。凍てつく闇の冷たさを教えてあげるよ。ノーザンインパクト。ああ、ボールがアキとフブキの方へ。アキ、アーキ、なんかいっぱい出てきた。最終回にM1 優勝したら親戚からいっぱい連絡来るみたいに。おい、今日うんこちゃん最終回らしいぞ。 M1 優勝したからかな。 お前はこいつ、パ、女？パート1の時いたよね。お前はアフロ。アフロ、誰？アフロディ。ごめん、知らない。エンド、知り合い？あ！神のアクアのフォワードだ！そんで、こいつのシュート見れなかったんだ！そうだ！前回のラスボスだ！ゼウス中学の！アフロディ。アフロディ。久しぶりだねー、エンドくん！僕はもう影山の言いなりなんかじゃないよ。イケメンすぎて、俺の引き出しにない声でしてる。パパ、どうしてここに？理事長も、これは一体どういうことなんですか？アフロディは在日韓国人らしいな。どういう設定だろう？そんな背景があるの？でもなんか稲妻イレブンだったらさ、なんかそういういろんなバックボーンを用意しそうだよな。うむ、ゼウスをここに連れてきたのは財前総理なんだ。私は私でできることをすると君たちと約束するからな。ゼウスが影山の支配を離れ、エイリを倒すために日々特訓をしていたと聞いていね。だったら遠藤君たちと協力して戦った方がいいんじゃないか、と思い。ライモン中へ呼んだんだが、ライモンを倒すのを邪魔した罰だ。まずは君のその羽もぎ取ってあげよう。ふ、できるものならやってごらんよ。へえ、なかなかやるじゃないか。思っていた以上に手応えがありそうだね。本当、ジェミニやイプシロなんてエイリア席の力を借りてもあの程度だったっていうのにね。エイリア席、あいつ何の話してるんだ。さあ、神の裁きを受けるがいい。ゴッドノーズ。
おい、これお前巻き割りチョップで止めたのすげえだろ。いや、これじゃないんだよ。これじゃない。もう一個の方の、なんだっけな、リフレクト、リフレクトバスターを止めたんだ。これ止めたかったなぁ。なんかもうセフィロスの類じゃねえかよ、これ。俺ね、アニメ見たんだよ。で、アニメ、どのシーン見たかっていうと、あの、トゥク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 の人が、と戦ってるところで、トーコが、ザ・タワーつって、ズズズズズズって、ゲームと全く変わんなかった。ザ・タワーしてた。もう、そんな、もう完成したと、していたというの。ぐ、お前は、ヒロト。これは、父さんの望みか？ガゼル、帰還命令だ。すぐにアジトへ戻れ。君がジェネシスの称号を失う日も近いかもね、グラン。覚悟しておきたまえ。守る。俺たちの本拠地で、星の首都本部で君たちが来るのを待っているよ。それじゃあね、守る。ダメよ。作戦は中止よ。あ、あの技が完成しちゃったから。あれが完成する前にエイリアンの本拠地へ乗り込みたかったの。さすればまだ勝ち目はあったはずなの。でももう遅いわ。戦う前から失敗だなんて。そんなことやってみなきゃ分かるはずがない。俺たちは少し前まで誰にも勝てなかったんだ。でもあの頃、ただ強くなることだけを信じて死ぬ気で頑張ったじゃないか。エンド、やろうよ特訓。その特訓僕にも手伝わしてくれるかい。疲れただろ。ほらよ、ドリンク。あ、気が利くね。ね、無理やりこいつに神のアクア飲ませよ。人を超えてもらう。神のアクアだけどな、うししし。すげえデリカシーがね。ガチでデリカシーがね。え、うわ、小倉くん！あはっはっはっはあんなに憎んでいたゼウスともこんな風に笑い合える日が来たんだ。ヒロト、お前ともいつか、いつかきっと。母さんが言ってたんだ。強い子になりなさいって。今の僕を見たらきっとがっかりするよね。吹雪はキャラバンにいます。連れて行きたいときはキャラバンの瞳子監督に話しかけましょう。さてと、みんなが欲しいのはこいつだよね。モームだよね。ポテンシャルめちゃくちゃ高いんだよ。でも抜かすやつがいねえんだよ、マジで。難しいところだ。町田マジでいらない、正解。町田は俺の愛人枠だからだ。やっと君たちと実力で戦える。さあ始めようか。でん、でれん。やべえ、セーブすればよかった。まあ、勝てるだろう。こんなこと言いながら、あ、アツヤとして使っていいのか。控えには、ドモン、アスカ、町田。町田六郎、立ち向かい、塗り壁保つ。勝てる。うわぁ、懐かしい。こいつが覚えてんだよ。リフレクターアナゴーだ。リフレクトバスター。え、ちょっと強く、あ、あら、あーあー、みんな強いわ。めちゃくちゃ強いわ。あ、勝てないんだ俺。こいつドラッグ抜けても強いじゃん。ちょ、まず一回もう引き回していい？じゃあ勝てねえわ。だったらこれでしょ。だったらこれでしょ。だったらこれじゃない？皆さん、僕がこの半年間、ホーンとコレイトンだけで食ってきたと思いますか？ホーンとコレイトンの大道芸だけで食えたと思いますか？答えはノーです。皆さんにお見せしましょう。スーパーシコフミオね。どうすこい？ふくしゃ！え、この技パクリじゃねえか。敵の技の。ああ、まあ、ああ、これは止められたな。いやー！え？嘘でしょ。いけました。よし。あー、レインボーループ、レインボーループ打ちたかった。ね、スーパー仕込みマジで強くない？もう使えねえか。やってんだよこいつマジで。本当にくたばってもらうことできるかお前。あー、くっそ。普通のシュートか。これなんですよね。お見事です。簡単に点はやらない。もう一度この技について説明する。自分の敵のシュートを打った瞬間に自分の右腕の肘まで肛門に突っ込んで小腸までえぐり出して外に、それをムササビの金玉みたいに広げてキャッチします。マントみたいに。まして最後のロックンロール見せろ。お前のお前のロケンロー、お前のロケンロー見せろ。いけ。俺のスーパー仕込みが効かないだと。町田早くお前も下がれ。町田お前もういらない。君はもういらない。町田やべえ、直腸ブロックするしかねえこれ。町田が通用しな、あーべえ、くっそマジかよ。タフネスブロックしかねえ。オッケーオッケー。
おい、肛門かチンコかの違いじゃねえか。前か後ろかの違いじゃねえか。うわ、なに、おい、無理だろ、そんなの絶対無理だ。絶対撃ってくる、あの技。俺は殺される。まあまあまあ、無理だよな。いや、ゴッドノーズを素手で止めるのは無理だ。くそ、次は止めてやるからな。どうてんか。だが、それもここまでだ。え、延長戦。あ、延長戦来た。延長戦来た。だが、延長戦になったら有利なのは俺だ。なぜなら TP を持ってるからだ。決めてくれ。キーパーの TP はもうないんだよ。だからブロックさえされなければいける。よし、行った。よし、行った。これ行った。あはっ、止められちゃった。終わった。もう一回無理だこれ。くそ、やるだ。おら、止めてみろよ、こら。おい、止めてみろよ。勝ちには勝ったがさ、薬物使用疑惑が絶えないね、このチーム。アフロディ、いろいろありがとな。礼はいらないよ。僕たちはライモン中を勝利に導く力になりたいと思ってるんだ。ジェネシスを倒す鍵となる技はおそらくこれだ。まず一つはキーパー技の無限ザハンド。はい。そして最終究極奥義と呼ばれるシュート技のディアース。じゃあさ、ゴーエンジもツナミもいることだし、もう、じゃあ染岡と遠藤とゴーエンジで行こうぜ。それか吹雪。うおー、ジアースチョコボール向井みたいな顔してたな。力が暴走してる。全然ダメでやんす。なんだなんだ、前やった時よりも全然ダメになっちゃったじゃないか。もしかしてみんなの心が前よりもバラバラになってるっていうの。きっとみんな不安なんですね、ジェネシスとの戦いが。みんな、これからはそれぞれ個人で特訓だ。待ちなさい、遠藤くん。少し話があるわ。遠藤くん、あなたにはここで船を降りてもらいます。あなたにはキーパーをやめてもらいます。ひとみこ監督、もう遠藤はキーパーをやめています。遠藤、お前も薄々感じていたんじゃないか。他にも自分のサッカーができる場所があるかもしれないと。でも、遠藤が辞めて何が変わるのさ。なあ、ちょっと、みんなさ、うちの正ゴールキーパーの前でそんな話しないで。遠藤以外にいないじゃないか。お前どういう思いだよ。さっきのあの、なんだっけ、コスモノバだっけ、違う。アフロディの必殺技を受けたんだ。自分の肛門に右腕の肘まで入れて直腸を引きずり出して、それをモモンガの金玉袋みたいに広げて止めるぐらいの気合があるやついるのか。遠藤、お前はこれからリベロになれ。何リベロって。ごめん、リベロがわからん俺。リベロに、リベロって何。リベロっていうのはイタリア語で自由な人という意味なんだ。その名の通り自由にディフェンダーとして動きながら攻撃もできるタイプのプレイヤーのことだよ。まあ、YouTuber みたいなもんか。遠藤くん、君はキーパーなのにシュート技も打てる面白いプレイヤーだと思っていた。わかった。俺やるよ。俺、リベロになる。でも、キャプテンがリベロやって誰がゴールを守るのさ。それは言うだろ、ぴったりなやつが。もう、そわそわしてるやつが一人いるね。そわそわしてる。顔面センターこと。え？俺ですか？ガーン！立ち向かいからは可能性を感じるんだ。なんか、俺よりもすっげえやつになる。そんな気がするんだよな。遠藤と同時に引き取り、ゴールキーパーの手袋を捨てた者がいる。遠藤が言うなら、俺もそれに賛成だ。ライデン！ああ、ライデンと遠藤でダブルリベロで行こう。俺の天の弱の血がふつふつと、絶対ライデンキーパーとして使ってやる。こんなに無限、おいみんな無限ザーンと覚えたぞ。当日、ゴールキーパー、ライデン。しかも立ち向かいは外して塗り壁入れるからな。お、立ち向かい外して塗り壁と石山入れるからな、俺。頭きた。これがいじめだ。これが今の日本に住まういじめという構図だ。先生、許しません。石山くん、石山くんすぐに来てください。おい、決めた。俺、ザ・ジ・アースを石山に覚えさせる。マジで決めた。低評価100万目指す、それで。お兄ちゃん、どこへ行くの？俺かい？石山を呼びに行ってくる。後悔、してないよね。してない！って言ったら嘘になるな。リベロに挑戦してなかったらじいちゃん怒ると思うんだよな。もうこの時のために遠藤を前に上げてたんだからな。もう予期してたから。徐々に鳴らしてたんです。うん、遠藤くんならできる。あのね、遠藤くん。エイリアを倒したら、私、あなたに、伝えたいことがあるの。今ここじゃダメなのか。え、今はまだ、心の準備が、抜いた。帰ったら尻でもなでてやるか。お前ら見たんかい！ああ、来たか、遠藤くん。このニュースを見てくれたまえ。先ほど、ものすごい衝撃波が降り注ぎ、次々にこの街の建物を破壊しています。まさか、エイリアが、食え、うわあ！ザザー。間違いない。ジェネシスの、コスモノバだ。私の出した条件を飲まねば、ジェネシス計画により世界中が混乱に陥るだろう。なんということだ。
まさかエイリアが日本以外も攻撃をしているだと。そんなことになれば世界に戦争が起こってしまう。どちらにせよエイリア学園を倒さない限り戦争は避けられないということか。どちらにせよどういう意味なのパパ。もう隠していることもできないか。私がエイリアンに誘拐された時に見たもの、それはミサイルや戦闘機など破壊兵器の開発施設だったのだ。どうやらこの一件には人間の手も絡んでいるらしい。そう、キラ財閥という組織の手がね。それってもしかして俺たちが4日途中で会ったあのおじいさんかな。そうね、キラ財閥のトップキラ聖二郎は私が総理になった時こういう話を持ちかけてきた。自分たちの作るミサイルや爆弾などの兵器を買え、さもなくば思い知らせてやると。私は戦争を防ぐためキラの要望を断り続けてきた。しかしキラは今エイリア学園を使って世界を戦争に巻き込もうとしている。だが一体なぜ、キラの目的は世界を混乱に陥れることなのか。キラがどうやって宇宙人であるエイリアを利用できるかわからない。キラの本当の目的は一体何なんだ。キラは昔はあんな男ではなかった。正義感あふれる信頼できる男だったのに、一体何が彼を変えたのか。私は国会へ戻り諸外国のリーダーたちに連絡を取る。そして彼らと協力してエイリアたちの攻撃を食い止めるんだ。だが悪いが君たちはここ、ん、君たちにはエイリアの本拠地へ行ってほしい。もちろん最初からそのつもりだよ。無限座半、え、完成しないのこれ。それなのに大丈夫っすかね。だったら戦いの中で完成させればいい。俺のゴッドハンドだってそうやって完成させたんだ。まずは富士の樹海を抜けることね。そしてその奥になるエイリア学園の本拠地、星の首都本部を目指す。まさか最強技のスーパーノヴァをあそこまで使いこなすなんてね。でもあの方法ならジェニスの力を抑えることができるはずよ。とても危険な方法だわ。遠藤君たちも無事では済まない。それでも私は勝たなければ、それが私の役目。あの人たちに、あの人のため私ができること。俺たちは絶対勝つ。おーおーおなんだこの感じ、不思議な力が湧いてくるのを感じる。でもなんで。よしやるぞ、エイリア学園を倒して楽しいサッカーを取り戻そう。そうしろ。ひとみこ監督はどこじゃ。あいつはそこにいるのか。くそ、一足遅かったか。ひとみこ監督だが、エイリアについて少し詳しすぎると思わないか。あの監督が俺たちに何か隠しているのはみんなも感づいている。だが遠藤はあの監督のことを信じている。だから余計なことは言うな。あいつは人を疑うことを知らないからな。疑うのは俺たちの役目、信じるのは遠藤の役目だ。そうだな、俺たちはあの監督の行動に目を光らせておくことにしよう。お前の事情は遠藤たちから聞いた。過去に何があったのかもな。ボールを持て。え、お前、俺、前に俺とサッカー勝負がしたいと言っていただろう。敦也に変わらないとサッカーなんてできないんだよ。まったりなこと言ってんじゃねえよ。お前がいなくなった時、あいつらどれだけ心配したか分かってんのか。精神的支柱すぎる。遠藤たちが見てるのは全部ひっくるめてるお前なんだ。一人で完璧になろうとするのか。みんなで完璧になろうぜ。お前、遠藤と一緒に旅をしてきて何か感じなかったか。あいつはサッカーを通じて自分が一人じゃないってことを教えてくれる。一人じゃない、俺たちは一人なんかじゃない。聞いていたよ。そうか、悩むことなんてなかった。僕は、俺は二人揃って吹雪四郎なんだ。シピーン。どこかへ行っちゃうの。行っちゃうも何も、俺は最初からお前の心の中だけにいた存在だよ。それにもお前には俺は必要ないだろ。でももう大丈夫だよ。これからはチームのみんなと完璧を目指すんだ。ああ、見てるぜ。お前の心の中からずっと見てる。それじゃあ元気でな、シロ。ちょ、ここのアニメ見て。俺が一番最初に見た稲妻イレブンは、トゥク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 戦で左サイドから攻めてきたメガネ、エイトビートだ!トゥク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 って来た時に、トウコが、ザ・タワーって言って、ニョキ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 。え?アニメでも地面からトウ生えてくるんだ。なんならゲームより生えてきてた。いや、つえ!めちゃくちゃつえ!なんじゃこいつは!化け物じゃねえか !59! いよいよ最後の決戦ってわけか。みんな、乗り込むわよ。待て!この中に我々を裏切った者がいる。我々は騙されるところだった。黒幕は、お前だ!ひとみこ監督?まさかあんたがあのキラー財閥の娘だったとはな。じゃあエイリア学園の黒幕はひとみこ監督のお父さんだってこと。本当よ。そんな、まさか監督はエイリア学園のスパイだったんじゃねえだろうな。違う、私の目的はエイリア学園に勝つことよ。それだけは違って、絶対に嘘じゃない。信じる俺は。確かにドモンもスパイじゃねえか。ドモンこそザスパイじゃねえか。でもひとみこ監督は今までエイリアに勝つための作戦をずっと考えてくれた。響監督、俺信じないんだ。だってそうだろ、選手が監督を信じなきゃサッカーはできないんだよ。遠藤くん、やれやれ、そういう頑固なところも大輔さん譲りやな。ひとみこ監督、子供たちが信じる限りあんたがライモンの監督じゃ。
さあ、それじゃ行きましょう。古川さんお願いします。だその切り替えの速さは。多少はなんか、ドギマギしろ。まあそんなことは置いといて。ここがエリアの本拠地。この基地の内部には、いくつか電子ロックがかけられてる場所がある。だから、私がここから、そのロックを解く。待て、俺もここで見張る。それならあんたも妙竹林な動きはできねえだろうからな。エンド、鬼瓦、やっと来たんだな。ついさっき、キラ・セイジロの自宅に強制捜査が入った。もちろん奴の姿はそこになかった。奴は今、この基地の奥にいる。そうだな。ええ、おそらくは。あんたにも後で話を聞くことになるだろう。だが今はエイリアを倒すのが先だ。待ってろ、ジェネシス。そしてヒロト。最終ダンジョンの匂いがしてきたんじゃないか？うわ、すげえ複雑そう。やべえ。いやでももうじっくり探索していこう。こうなったら。なんかアイテム落ちてそうでさ、こういうことやぞ。カードキーレベル1。なんじゃそりゃ、なんで。きた。お前こんなもんはよ。バカ野郎か。これ悪い、これ右手の法則で全部回ってくわ。これせ、あー、正規ルートじゃねえ。誰すぎる。ダボ最高。こんだけさ、バーゲンセールで強い技が起きてる、落ちてるということだよ。すなわち、ジェネシスめっちゃ強い。守りのペンダントと、ノータイムでライデン。女の子に超人気、可愛らしいもん。このペンダント見てると、なんだか胸がボカボカするんだ。データによれば、そのドアの向こうに例の部屋がある。例の部屋。そこにあるのは、エイリアの力の源。そして全ての事件の始まりの場所。実際に見てもらうのが早いわね。さあ、ドアを開けるわよ。それに触ってはダメ。これこそが、その基地のエイリアの全てのエナジーの源。5年前、宇宙からこの富士に飛来した謎の隕石。エイリア石の原石よ。この石の光、新帝国に捕まっていた子供が持っていたのと同じだな、あのペンダント。エイリアたちはこの石からエナジーを吸い出して自分自身にチャージしてるの。チャージ？そういえば、イプシロンたちもそんなこと言ってたな。じゃあもしかして石からエナジーを送り出すのを止めることができれば。そう。ジェネシスの力は封じられるはずよ。どこかにエイリア石のパワーを制御する装置があるはず。まずはそれを探さなければ。待って。この反応は警備システムだわ。そんな、さっきまでは何も。なんすかこいつら。我々は、星の使徒研究所、警備、マシンズである。データ登録なし、侵入者とみなし、サッカーによる排除を開始する。排除。もう共通言語。サッカーがもう貨幣のような価値を得てるね、ここで、この世界では。排除。軌道吹雪立ち向かいをスタメンに入れてください。なんで？てめえなんでおめえここにいんだよ。帰れよ、お前は。ただでさえ枠がパンパンなんだ、うちは今。いい、エンド君。相手は機械よ。みんなの今までの試合のデータをインプットしているのかもしれない。それじゃあ俺たちの行動パターンも全て読まれてるってことか。簡単なことだ。あいつらのデータにない動きをしてやればいい。敵はキーパーとしてのエンド君のデータしか持っていないはず。いけるわね、エンド君。立ち向かい君。はい、大丈夫です。あ、そうだ、立ち向かい君。あれあれ、こんなこともあろうかと、マネージャーの皆さんからこれを預かっていたんです。これは俺たちの新しいユニフォーム。行くぞみんな。あ、キーパー以外のエンドのってこと。エンド、この時のために俺が手に入れておいた必殺技がある。帝国時代の必殺技、デスゾーンを超えるシュート技。その名もデスゾーン2だ。デスゾーン 2。 あ、分かった、みんな軌道にボード集めろ。デレレレレデンデンデレン、デスゾーン2。なんでライデンじゃねえんだ。キーパーライデンじゃなくて、キーパーライデンじゃなくて止めらんねえって。できる。お前らもう茶を濁せ、バカども。まあ、こいつじゃなきゃダメ。もうガード50やぞ。コグと町田子かじゃ。やはり俺、このチームには俺がいねえとダメだからな。いや、来年今日ディフェンダーでいくか。だって立ち向かいディフェンスできねえだろ。いや、立ち向かいが止められなそうだったら来年を、てかもはやこいつさ、いや、一番強いじゃねえか。多分これがマジでベストメンバー。行くぞ、3人の息を合わせるんだ。デスゾーンが帝国の石の、帝国の石統一から生まれた必殺技だとすれば、デスゾーン2はライモンの個性のぶつかり合い、デスゾーンがなしだとすれば、デスゾーン2は掛け算だ。もう普通に空飛んでますやん、空飛んでますやん。よし、あいつらのデータにない技を使ったせいでマシンがショートした。それじゃあこれからは私たちの技も。ああ、通用する。行くぞ、反撃開始だ。だと思ったよ。おめえ、いないで何回やったと思ってんだ。まあ貫くでしょ。
知ってた。おそらくこのデスゾーン2以外は聞かなかったんだろうね。悪くないじゃないか。たばりやがれよ。おい、最強爆熱ストーム、右腕を貫け。よし、完璧。負ける気がしねえ。過去のデータ、過去の自分、僕も考えなきゃ。僕は生まれ変わったんだ。シロ、あの技だ。あの技を決めてやれ。やったぜ兄ちゃん、ついに完成したんだ。うん、やったね敦也。なんかおい、スーパーサイヤ人のバーゲンセールだぞ。名付けてウルフレジェンド。この技ならきっと警備マシンズにも通用する。ウルフレジェンド、みんな吹雪にボール集めろ。なんやってんだてめえ、飛んじゃねえよ、ふざけんな。くらいやがれ。ど真ん中でいい。セーフ。あ、やばい、こっちだぞ。いやでも言って貫くでしょ。よし、仕上がった。うちのイレブンが仕上がりました。皆さん、ウルフレジェンドにデスゾーン通過、これがあればジェネシスにも対抗できる。いや絶対勝てるでしょ。いけ、レーゼ、最後にお前の技見したれ。レーゼ君、あとは君だけです。大変だ、ドアがロックされてる。まさか俺たち閉じ込められちゃったっすか。え、もしかしてこれは罠。もしかして通信が切れちゃったっすか。こうなったらあれだ、ひとみこ監督を信じて待とう。信じて、お前それだっかよ。あ、ひとみこ監督は俺たちとの通信が切れたこと知ってるだろう。きっと今頃何か手を打ってくれてるはずだ。それを信じて待つんだ。まさか、おい、ちょっと待って、ま、なんかさ、前回もあったよな、きのちゃんと夏美とこの三人で行くやつ。三人パート始まる？大丈夫です。ここは私一人で行って、ドアのロックを解除します。私なら、心内部ある程度わかる。多少の危険も避けられる。おい、無茶するな。大丈夫なわけないだろうが、俺も一緒に行くぜ。いえ。まあそういうわけだな。それに俺たちにはあんたを監視する義務があるんだ。ひとみこ監督だけに危ないことはさせられません。わかったわ。それじゃあ行きましょう。手遅れにならないうちにね。あ。サッカーじゃないんだな、やっぱな。総合なんだろうね。ロックが外れたみたい。エンド君、みんな、熱い。無理にドアを開けようとするとショートする仕掛けになっていたんだわ。くっ、ひとみこ監督、手を離してください。やけどしちゃいますよ。ダメよ、誰も犠牲になんてしないわ。みんな私が守ってみせる。ドアが開いた。エンド君、みんな、手が焼けただれてる。どうしたんですかその手、マッキンキンじゃないですか。俺たちのためにそんなに必死になってくれたのに疑ったりして恥ずかしい。いい話や。力のペンダント、力が欲しいか、スタミナか。強すぎ、強すぎ、キモすぎこいつ。町田につけよ。確かに町田をスタミナお化けにしよう。見つけたの遠藤くん。おい、あれしよっかな。今からさ、全財産使って町田のスタミナ100にしようかな。今足らないのはスタミナなんだよね。スタミナお化けにしよう。エイリア石の上になんかでっかい機械がついてるぞ。あの機械でエイリア石のエナジーを吸い取ってパイプを通してエイリアの戦士にチャージしてるのよ。いわゆるチャージパイプというものね。間違いない、これがエイリア石のエナジーを制御する装置だわ。あとは私に任せて。やったわ、成功よ。これでもうエイリア席からエナジーを送り出すことはできないはず。要は対等な条件で戦えるってことか。これでジェネシスもただの人間に戻ったということね。え、それってどういうこと？本当のことを話す時が来た。エイリア学園は宇宙人なんかじゃないわ。え？その石から出るエナジーは人の神経に作用し、潜在能力を最大限に引き出す力があった。効果があった。そう、その石を使って強化人間になることができるの。やっぱそうだよな、さすがにな。でも、エイリア学園というのは、え、その強化人間によって作られた組織。おい、ちょっと待って、嫌な予感がしてきたぞ、みんな。おい、嫌な予感がしてきた。おかしくないか？今、この時点で、染岡とか風丸がいないのおかしくないか？そして、人間がエイリア席によって強化人間になる。この意味とは一体、なんじゃと。エイリア学園は、キラーの力を示すためのデモンストレーションなのよ。父は長年にわたって政府との裏取引で力を維持してきたわ。そして、ついには戦争のための兵器にまで、国に売りつけようとした。
でも新しく総理になった財前はそれを断り、父とのつながりを一切断ち切ろうとした。怒った父は総理の好きなサッカーを使って力を思い知らせようとしたわ。エイリア席で子供たちを強化人間に鍛え上げ、デモンストレーションのために破壊活動を行ったの。そう、エイリア学園の子供たちはみんなあの石の力に目がくらんだ。父の被害者なんだわ。だから私は父親と戦ってその間違った考えを正そうとしたのですね。なぜそんな非効率的なことを。でもよ、あいつらが宇宙人じゃないってならいろいろわかんねえことがあるぜ。奴らが目の前、確かに目の前で消えたり、あの黒いサッカーボールのことどう説明すんだ。それは確かに、あれらは全てキラ財閥の科学者が作ったものなの。エイリア学園を宇宙人だと見せかけるために父が取ったただの演出に過ぎないわ。本当にすごい科学力を持ってるんですね。それは教えてほしかった。よくできました。やっぱりここまで来たんだね。さすがだね、守。そうだよね、ひとみ、姉さん、ひとみこ監督か。血が繋がった兄弟じゃないけどね。俺たちエイリア学園にいるのはみんな身寄りのない子供たちなんだ。俺は父さんが作ってくれた、そんな子供たちのための施設、お日様園で暮らしていた。そこでひとみこ姉さんが俺のことを弟みたいに可愛がってくれたんだ。そんな、兄弟みたいに仲の良かった二人が争っているだなんて。ヒルド、あなたとは戦いたくないわ。でも、あなたがどうしてもあの父に従うのなら、倒すんでしょ、俺を。自分の考えを貫くためにね。やろうじゃねえか、最終決戦。お父さんが喜ぶ姿を見れるなら、俺は何だってやるぞ。けれど、守たちと出会って初めてサッカーの楽しさを知ることができた。でも俺は君を倒さないと。俺まで父さんを見捨てたら父さんは一人になってしまうんだ。それじゃあ守、俺たちはここより上のフロアで待っているよ。あなたたちは地上最強のサッカーチームよ。だから、私の指示はただ一つ。勝ちなさい。おお監督失格だろ、それ。なんかせめてフォーメーションだけは教えてくれ。また、おい、で、これ G アースのフラグだろ。しかもこの光、さっきよりも強くなっているようだ。おい、これ G アースのフラグだわ。間違いない。もしかしてこの光は、全員、G アース、G 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 アース。絶対来るぞ。見ててくれよ、じいさん。いや、G アース。今度はじいちゃんのこと G アースって呼ぶ。あいつ。スタミナ56。異次元や。キーパープラスってなんじゃ。キーパープラスってなんじゃ。いやいや、これライデンに絶対覚えさせるべきでしょ。でゴールずらしはもう見たよな。この先にジェネシスがいるはず。みんな準備はいい。なんだこれ、カメラがいっぱい。それにでっかいビジョンまで。日本の首脳陣の皆様、お待たせいたしました。ただいまより我々の最新作をご紹介させていただきます。その名はザ・ジェネシス。そして本日はその素晴らしさを皆様の目で確かめていただきたいと思います。これから行われる試合、ライモンイレブンとの決戦、生中継でお送りいたします。全国生中継。なんだって。こいつジェネシスのような選手を日本選手に売り込む気なのか。なんてやつだ。いや、キラの狙いはそれだけではないだろう。奴の言うジェネシス計画、それはジェネシスの強さを日本政府に見せつけて日本を奴の支配下に収める計画のことに違いない。それがお前のライモンイレブンか。よくぞ鍛え上げたものですね。お父さん、子供たちをエイリア席の力で戦わせるのはやめてください。どうやら私の考えに気づいてはいないようですね。私がお前の行動を放っておいた目的はただ一つ、ライモンイレブンを鍛えさせ、ジェネシスにとって最高の対戦相手を作り上げるためだったのですよ。ライモンイレブンがジェミニストームやイプシロンを倒せばますますその名は上がる。そしてそのライモンを倒すことによってジェネシスたちの商品価値も跳ね上がるというわけです。みんな許して、私はお父さんに踊らされていただけだった。俺たちは自分の意志でここまで戦ってきたんだ。そんな企みなんて関係ない。キラ誠二郎、残念だが今警視庁が総出を挙げてここに向かってるぞ。警察、今更そんなものが怖いと思うのですか。怖いだろ、すり考えて。警察にも私のお友達がたくさんいます。私を捕まえることはできません。ふん、気づいていないのか。エイリア席のチャージパイプはもう止めさせてもらったぞ。つまりジェネシスの力はすでに封じられている。そして小細工なしのサッカーの試合ならこいつらに勝てるやつなんていない。こいつら稲妻イレブンは俺が知る限り最強のチームだ。ついに俺が襲名したんだ。俺今まで違和感があったんだよ。ライモンイレブンって自分のこと言ってんの。そう、俺たちはついに稲妻イレブンになったんだ。ほっほっほ、全く面白いですね。ちょうどいい機会です。どちらのチームが最強なのかよーく見ておくといいでしょう。ヒロト、それでは始めなさい。エイリア学園最強のジェネシスの力を見せるのです。勝負だヒロト。いや、ジェネシス。やったろうじゃねえの。終わった。立ち向かいをゴールキーパーに強引時期の上。ざけんなよ。許さねえ、いろんな意味で。
そんで遠藤と誰ってさ、塗り壁と町田だっけ。デレン、おい立ち向かいで大丈夫か。え、こんなん絶対いけるだろう。勝てるべ。前回とレベル変わってねえじゃん。いやこれシュートでいいやつだ。で詰めてってやった。バカだこいつ、バカだこいつ、マジで使わした。いやちょっとしか、これ変わってるだろこれ。使わしたと敵にくたばれ。マジでな、使ってこいよ。なんとかシュート、まあワンチャン止められるかもしんないけど。うわすごいね。え、ちょっと待って、使っていいのこれ。あとね、吹雪がバグっちゃってる。みんなどうしよう。ね、吹雪がバグってもう訳しなくなっちゃってる。いやーちゃんと止めてくるか。いや強すぎだろ。止めてみなよね、止めてみなよ。いけ吹雪、ウルフレジェンドを決めてやれ。いやちょっと待って、ね、ウルフレジェンド打たなきゃダメ。これウルフレジェンド打ったってことだ。え、だったらさ、え、このイベント挟むんだったらさ、ゴーレンで打たなくてよかったんじゃねえの。 TP 使ったじゃん全部。おいふざけんな、お前ら真面目にやってんの。こんなシュート何も感じないぜ。仕方ないな、もう一度チャンスをやる。ボール捨てた。いや遠藤たちにわざとボール渡したのか。さあもっと打ってこいよ。まあどんな、え、くいいだろう。望み通りデスゾーン2を決めてやる。ちょっとさ、あのさ、ゴーエンジの TP 返して。じゃあねえ、ゴーエンジの TP 返して、お願い。ゴーエンジの TP 返してよ。めちゃくちゃ強いわこれ。さあ君たちはエイリア石のチャージパイプを切断し、ジェネシスの力が衰えると思ったようですね。残念でしたね。ジェネシスはエイリア石の力で作られた強化人間ではありませんよ。なんだと。ジェネシスは幼少時代より強化、育成プログラムで教育された最高のヒューマノイドソルジャーです。つまり強力な人間、力を持ったただの人間というわけですよ。種も仕掛けもない正真正銘の強さを持った最高の戦士たちです。これが本物の強さなのか。ではエイリア席で評価されたジェミニとイプシロンは、彼らはただのジェネシスの練習相手です。エイリア席で評価されたチームと試合をさせることでジェネシスはさらに強くなっていったのです。その兵士育成システムを政府に売りつけようとしていたわけか。なるほどな。相手は手強いぞ。どうする瞳子監督。まずはゴーエンジ君の TP を回復させましょう。さあそろそろ決めようかな。キーパーが君じゃないのが残念だけどね。くなんだ、やつの右足に凄まじいエナジーが詰まってる。何が見えてんだ。俺は遠藤さんからライモンキーパーを任されたんだ。たとえ無限ザハンドがなくても、俺には遠藤さんに教わったガッツと諦めない気持ちがある。絶対に止めてみせる。行くよ、流星ブレード。うおー、魔人ザハンド。絶対止めらんない、絶対止めらんない。いやこれ1対0からスタートとか余地だね。止めた、いや、やった、止めた。ふーん、この程度の力はあるんだ。ちょっと甘く見ていたね。じゃあそろそろ俺も本気を出そうかな。やつなんで、おい、なんで止めねえんだ。あの構えはもしかして、うおー、スーパーノブアー、最強の技。やべえな、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。遠藤さんから引き継いだライボンのゴールを絶対守るんだ。チャンスだぞ、今こそ見せてやろうぜ、お前の無限ザハンド。遠藤さん、こんなピンチの時にでも笑ってる。サッカーを楽しんでる。笑う、楽しい。何を言ってんだこいつら。なあ立ち向かいよ、お前無限ザハンド一回成功してんだろ。その時はこんな辛そうにやってたわけじゃねえ。おかしいだろ、もうちょっと楽しんだ方がいいんじゃねえのか。頭おかしくなっちゃってんじゃねえか。そうか、わかったぞ、なぜあの時無限ザハンドが成功したのか。もしかして彼笑ってるの。すげえ、完成させた。しかも手が黄色い、青くない。この間 0.1 秒の出来事である。大輔さんが残した最強のビーキーパー技、無限ザハンド。遠藤さんが俺を信じてゴールを任せてくれたから無限ザハンドができたんです。あ、でも俺だけじゃないぞ、みんなお前のことを信じてた。ゴーエンジも軌道も吹雪もこんだけ喋ってたらもう喋ってるだけで疲れるだろう。だって私たちは史上最強のチームなんだから。この間ちなみに1秒である。1秒しか進んでねえからな。畳みかけるように、ま畳みかけるように、絶対 G アースだろ。まだだ、この光、この光は一体なんだ。これは力が、なんだ、足の底から力が湧き上がってくる。なんだこの力。今なら打てるかもしれねえ。じいちゃんの残した最終究極奥義 G アースを、チームのみんなの思いを乗せた最終奥義、最終究極奥義 G アース、絶対に決めなさい。はい、行こうぜみんな、俺たち全員の力で見せてやろう。なんかごめんな、ジェネシス待たして。
行くぞ。ふぶき、ついてこれるか。ふ、君こそ。ふたばりやがれ。よし、よっしゃ、ジアースの成功だ。どうだ、ハート熱くなっただろう。ああそうだね、僕も君のその熱さに惹かれたのかもしれない。もっと早く君に出会えていたら。ヒロト、全く無様ですね。やはりあの手を使うしかありませんか。なんだあの手って。負けたらこのイベントやり直しです。見たくねえ、もう勝たなきゃ。後半からはリミッターを解除して戦いなさい。リミッターを。でも父さん、それじゃリミッターを解除すればお前たちの潜在能力を 100% 引き出すことができる。でもリミッターを解除すればその力の大きさに耐えられません。己の肉体を壊すことになるから、リミッターだけは外すなと言ってくれたのは父さんです。これは命令です。ここで奴らを倒さなければ全ての計画が無駄になるのです。グランがやらないのなら私がやります。ウルビダ！いいでしょう。後半からはキャプテン交換です。ウルビダ、お前がキャプテンとしてジェネシスの指揮を取りなさい。どこまでも無様だな、グラン。なんだって。キャプテンとしてお前たちに命令する。全員リミッター解除だ！了解。何、リミッ。なんだあいつら胸のボタンを押して一体何をしてるんだ？ヒロト、お前には失望しました。さあ試合に戻りなさい。そしてジェネシス計画を成功させるのです。クッソチャンス、クッソチャンス来た、クッソチャンス来た。バーニングブラスト、ピュー。いやもう強すぎる。いやマジでやばい、マジでやばい。俺にゴールを託してくれた遠藤さんのためにも。え、ちょっと待って、嘘だろ。おい、なんだこれ。え、うわやばい、ちょっと待って、ちょっと待って。いやもう出すしかねえ。もう僕を忘れちゃ困るでやんすよ。よし、もうなんでお前使ってくんだよ。抜けろ。何してんだバカ、下手くそ、マジこいつ下手すぎるだろう。よしよし、よかった、ナイスすぎる。残念だったね。絶対に抜けられないよ。こいつうちでガード一番高いからだ。いやこれ延長やらしてよ。くそ、同点か。次こ、いや延長、延長は延長、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 延長つ、君の力、君のサッカーを。おい、ふざけんな、同点じゃねえかよ。まだな、ヒロト、お前たちを止める。いやもう同点じゃねえかよ。打倒ジェネシス、何度でも挑戦だ。いやちょっと待て、なんで同点なのに俺が負けみてなってんだ。同点を負け扱いにされるのはちょっと聞き捨てならないね。いやマジでライデンゴールキーパーだ、絶対勝てる。ジ・アースで1点取ろう、確実に。わー、今ゴー、俺ゴールしたけどね、今ね。あ、いた。あー、なんか、すごいことが起きそうだった、今。今、なんかすごいことが起きそうだった。今、俺すごいこと起きそうだったよね、今ね。今、俺とんでもないこと起こそうだったよね。やばすぎ、キモすぎ。ウルビだ。うん、使おう。嘘だろー。来たか、ストロブレイク。いや、もうこれ以上の技ないぞ、うちに。いや、マジかよ。マジかよ。まあ使わしただけ OK。 けっちょっと待って、いやジーアース完成してたじゃん。ちょっと待て、おふざけんな、俺ジーアース持ってたよ。は、ジーアース持ってるよ俺。打たねえとダメと OK。 結局ジーアースは完成しなかった。ざけんな、ジーアース打たなきゃダメだこれ。ドスコイして、いやライデンにパスするの嫌だな。死んでくれ、頼む頼む、きつすぎる後ろが。おい、これディフェンダー変えていかなきゃいけねえぞこれ。頼む、止めてくれ。マジかよ。おい、なんでだよ。残念だな、強すぎだろこいつ、アルビダー。しかも敵がちょっと的確、あー強すぎ、強すぎ。待て、これまさか最初にさ、吹雪でさ、外してからみたいな
展開なのかな。あついてこれるかな。おやだ、これでもうエンドの PP ゼロだぞ。いやしかもこれでプロキオンネットの PP なくなるはずなんだけどな。しゃ、後半回復すんのかな。やったー、 G アースの完成だ。やったね、エンド君、本当に本当によかった。ちょっとこの命がけで1点守らないと。いや無理だ、アストロブレイク止めらねえ。いやマジかよお前。やった、マジかよ、あぶねえ。あぶねえ、適当に蹴ったらなんとかなった。リミッターを解除しなさい。最強の技、これはゴールを決める必殺技じゃない。相手の TP を削るために考えられた加藤純一なりの稲妻ブレイク。この距離で入んなきゃおしまいよ。強すぎる。抜け、よし、あ、ゴーウェン、何やってんだお前。ゴーウェン、ゴーウェン、時間稼げ、時間稼げ。よし、殺人スライディングしろよお前、バレねえように。いけ、来年だと止められる。来年、これ絶対、これやばい、これマジでやばい、これゴッドハンド使わなきゃ負ける。頼む、出てくれ、ゴッドハンド発動すれば大丈夫。よしよし、あぶねえ、通常のあれじゃもう止められないからね。あぶな、やってんだよこいつ。ライデン、おい、ライデンかよ、お、塗り壁かと思った。見すぎなんだよ顔が。いや塗り壁かと思うやん、こんなの。みんなで止めて、みんなで止めて、キドラ、やったー。いやこれが9勝ってなるとあと誰がいんの。ウルビダ、お前もういりません、わしの前から消えなさい。ああ何してんだこいつ。ああ、ちょっと待って、まさか、危ない、伊藤さん。あ、俺知ってたよ、このヒロトって名が父さんの死んだ息子の名だってこと。海外で死んじゃったって言ってたね。ヒロト、病院に運ぶぞ。ああ頼む、ヒロトを助けてやってくれ。なんかもうちゃんちゃんじゃねえか。いやもう大団円じゃん、これで心を入れ替えて。クリアマ、クリアマじゃねえ。息子はサッカーでの海外留学中、その国の少年犯罪によって命を落とした。記録では事故死となっていたが、だよな、犯人が政府要人の一人息子だったため揉み消されたのだ。その時から私の中では諸外国への敵対意識が芽生えていた。だってあれだよね、なんかあの敵は海の向こうだって言ってたもんな。いつしか戦争によって他国を滅ぼすという狂気が頭を支配するようになっていった。悲しい話だな。あの子に申し訳ない。さあ警察が来たようだ、行くぞ。お父さん、ひとみこ、まんじゅう、私待ってるよ、ずっと待ってる、ヒロトと一緒に。お母さんにいてよかったな、お前。お父さんにいたらまんじゅうなってたぞ。まあ、貴様がなんか、やつも終わったか。いると思ったよ貴様が。なんだ、地震か。この揺れはもしかして誰かが基地の自爆スイッチを入れたんじゃ。まずいわ、逃げましょう。遠藤君、何してる、逃げるんだよ。なぜだ、なぜお前は。こいつクリマツの声に聞こえねえ。そしたらまたサッカーできるじゃないか。てめえ最終回なかった。すげえ、おい、こんな爆発逃げれるわけねえだろ。とんでもねえ爆発だぞ。こうしてエイリア学園はこの地上から姿を消した。これでもう辛くって悲しいサッカーとはさよならだ。俺たちのこと見守ってくれてありがとうな、じいちゃん。来た来た、エイリア学園に勝って俺たちの旅は終わった。ところが俺たちが雷門中に戻って見たものは、次回稲妻イレブンよ永遠に、みんなサッカーやろうぜ。何これ、クソ気になる。最後はネタバレしねえのかよ。おい、最後ネタバレしねえのかよ。おい、ちょっとトイレ切るか、そう。おい、なんで最後はネタバレしねえんだよ。こりゃこうしちゃいらんぞい。第10章稲妻イレブンよ永遠に、最終章稲妻イレブンよ永遠に。
これで終わったんですね、何もかも。だがエイリアに関する資料まで全部灰になっちまった。せっかく奴らと取引してた組織を洗い出すチャンスだったのによ。くそ、ファック。エイリア学園を倒したし、これでみんなとももうお別れね。寂しいな、いつかこんな日が来るって分かってたけど、やっぱり寂しいな。そうだ、みんな帰る前に一度雷門中へ来ないか。この旅の間楽しいサッカーってほとんどできなかっただろう。だからさ、最後にみんなで思いっきりサッカーやろうぜ。雷門中でサッカーか。入院してる染岡くんたちも一緒にできたらいいな。そうだ、染どうしたんだよ。おい染、栗松、半田、あとあの前髪が重めのやつ、どこ行っちまったんだよ。親遠く誰、お前こいつ誰だっけ、平井さんって。あれこいつ誰だっけな、平井とかいうクズ、校長先生だ。平井とかいうただのクソ。あのね、あ、前にこの旅が終わったら伝えたいことがあるって言ったよね。言ってたね。あれ、そんなこと言ってたっけ。私前からずっと。お前鼻くそついてんぞって言ってほしい。飲んでりだからな、めちゃくちゃデリカシーねえから。ああ、キノちゃん、でもさ、その話の前にさ、あの口の上にでっけえ鼻くそついてんぞ。ああ、ライモンイレブンだ、帰ってきたぞ。おお、エイリア学園から世界を作ったヒーローじゃ。悪くねえ気分だ。さあみんな、入院してる風丸くんたちに早く顔を見せてあげなさい。おーい、みんなただいま。はっ、って誰もいないじゃないか。まだベッドが温かい。出て行ってから時間は経っていない。ニアミス。ふむ、彼らなら今頃河川敷でリハビリをしてるのかもしれんな。わかったぞ。あいつらきっと河川敷でサッカーをしてるんだ。きっとそうっす。よかった。風丸さんたちの怪我、そこまで治ってるっすね。一個気になるのがあるんだよ。風丸が裏切るんじゃねえかって、マジで本当にそれだけはマジで不安。あいつ、第3章、4章ぐらいから、なんか、力が欲しいって言ってたんだよ。最悪の展開としては、あいつが神のアクアに手を出して、敵として現れる。もうそれだけは避けたい。総理、東子様がそろそろ到着するそうです。鉄壁。我らの思想を最後まで理解していなかった愚かな財前。君たちは奈良で私をさらった。これ以上邪魔されては困る。悪いがここで消えてもらう。くっと、どこ？染に会いたい、久々に。染、お前がいなくても俺クリアできたぞ。頭蓋骨が、なんでお前頭蓋骨が尖ってるんだよ。ソク、こんなところで何してんだ。僕さ、この河川敷で変なものを見つけたんだ。これは、違う。もしかしてサッカーボール？なんだ？おそらく何かものすごい力がかかって破裂したんだな。でもここまでボールがバラバラになるなんて、どんな力がかかったんだ。そういえば最近他にもこの河川敷でサッカーをやってる人たちがいたわね。その人たちはなんかローブを着てたからよくわからない。ローブを、彼らのキックでサッカーボールが破裂しちゃったんですよ。キックでボールが破裂するなんて聞いたことねえ。でもなんかキックでボールが破裂したところ見たことないかもしれないけど、俺つい30分前にさ、上からさ、メテオが6発降ってきたの見たんだけど、そっちの方が大事件じゃない。どっちがみんなヤバいと思う。絶対後者だろ。あっ、これは鉄塔の方から。もしもし、今はそれどころじゃ。大変だ、総理がまた何者かに襲われ行方不明になったらしい。なんで毎回総理の護衛がそんなに甘いんだよ。パッ。俺はすぐに署に戻る。鉄塔の方はお前たちに任したぜ。キャプテン、あれを見て。これは黒いサッカーボール。エイリアが使っていた黒いサッカーボールだ。そんな、エイリア学園は確かに倒したはずです。そこにいるのは誰だ。ヒー、ミドガ、よし、お前よくやった。お前がそっちから出てきたおかげでアイテムの場所分かった。ヒー、ごめんなさい。誰、後ろのヤンキー。わからねえ。急にものすごい音がしたと思ったら、変な奴らが鉄塔を壊そうとしてよ、俺ら腰抜かしちまったんだ。知らねえよ、人間離れしたスピードでどっか行っちまったんだ。それにそいつらローブをかぶってたんだ。顔なんて見えねえよ。奴らどこか行くとき、こんなものを落としたんだ。ほら、これって、雷門中のユニフォームじゃないか。もう、マジでモータ、あいつ。あいつモータだよ。この背番号は風丸のユニフォームじゃないか。これはシシド、勝利、栗松、影の、勝利、栗松か。栗松、まさか、みんなそのローブの奴らにさらわれちゃったんじゃん。お兄ちゃん、大変、雷門中のみんな。あ、あるな、どうした、あるな、あるなー、こいつら、エイリアの黒服たちか。来るぞ。え？いやいや、お前らなんかで絶対止められんわ。後ろからスライ。
いや君たち久しぶりだな。財前総理、なぜあなたがここに。私を襲った相手、あれは間違いなくエイリアの手のものだった。 SP フィクサーズたちが助けに来てくれたおかげでなんとか無事で済んだのだが、どこにエイリアが潜んでるかわからなかったのでね。自由に動くため私は行方不明ということにしてる。こいつ偽物なんじゃねえの、怪しくね、こいつ。あれ、そういえば理事長は、いや嘘、これ絶対偽物だ。用事があるからって理事長がマネージャーたちを呼んだんじゃないですか。何、私はそんなことしてないぞ。さっきの先生もエイリアの手先だった。向こうが偽物か。もしかして秋も夏美も春だも今頃エイリアに。なんてことだ。そうだ、君たちに映像を見せなければならなかった。来たか、やっぱりお前か。確かキラの部下だった剣崎という男。これ声優フリーザなの。これでようやくこの私がエイリアを動かすことができますね。私の研究を使えばエイリア席の放つエナジーを何倍も高めることができるんですよ。似てるだけ。そんなことだったら正金じゃねえか。そう、そしてこの私はなんと今回研究の結果、ついにジェネシスを超える最高の戦士をなんと完成させたのです。その名もダークエンペラーズ。そう、この私が新たな世界の支配者となるのです。まず手始めにダークエンペラーズで君たちライモンイレブンを倒しましょう。サッカーを人の争いの道具にさせるなんて絶対に許さない。これが最後の戦いだ。行こうぜみんな。おー、エンドーくーん、あーき、ででーん、あれだこいつらか、貴様ら。風丸たちをどこへやった。さあ来いライモンイレブン、最後の決着をしよう。俺セーブしたっけ。よし、一応石山も見よう。伸びてねえじゃねえかお前。レベル10も上げたのにさ、ガードが3しか上がってない。才能がなかった。俺に見る目がなかった。町田、行けるか。当たり前だ加藤さん。いや、純タッチペンを出せ。デデ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 、立ち向かいおまじ向きだ。最強のメンバーで行く。行けるで。炎の風緑。行けるで。いや、あんま強くねえぞ正直。ひとまず、じゃあ俺の作戦行くわ。これレインボーループで、レインボリックループで、前突っ込んでいくじゃん。で、ゴーエンジで、まあまあ止められるように知ってる。前で取れ！あ、前で取ってくれよ！抜けろや！やるね。いや、これ多分取れる。しゃあ、おら！このアニメのシーン見たかな？ザッターってニョキ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 。これアニメとまんまだったからね。生えてきてたザ・タワーが。何やってんだお前。やるしかないようだね。右腕を肛門に突き刺して直腸を広げ、なんで必殺シュート打ってこないのこいつら。死ねくたばれ。最強の技だ。まずは1点。え、あんま強くねえぞこいつら。こいつらあんま強くないよマジで。ただ何も言わない。なんで。いや、俺もう点取るからな。知らんぞ。おら、シールバック。君死ぬ。君死ぬよお前。通常のキープで止めれるわけねえだろ。これがライモンのサッカーだ。え、何なのこいつら。俺普通に勝っちゃうぞ。これがダークエンペラーズ。おかしい。そうだよな、この全然強いよな。この力ジェニシスよりもいける。これなら勝てる。さあライブを取って正体を見せろ。風丸たちの居場所を教えろ。まさか、あれ誰これ。あ、あなた。いや誰。浮島。あ、あれだ、稲妻イレブンだ。浮島。わしたちは一体何をしていたんじゃ。あいだ、それに OB のみんな、なんで、なんでお前らが。わからねえ。おめえと別れた後ローブの奴らに捕まってよ。それで気がついたらこのざまだぜ。くっ、だから炎の風緑とか覚えてたんだ。捕まるときわしらは油断していたんじゃ。なぜなら遠藤君、ローブの奴らの正体は、本当の敵は、あ、キャプテン、空を見て。あれは八島作戦。真ん中剣崎だね。あいつはご機嫌よう。久しぶりだな、エンド。
おい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 、風丸だけじゃねえんかおい。みんな右下マジぶっ潰す。マジ許さん。おいそうめん、おいそうめん、そうめん、何をしとるんじゃそうめん。お前は自分の限界を知るのは辛いものだ。俺は強く、そんなの間違ってる。本人たちのあれか、意思か。俺たちが最高の戦士ダークエンペラーズだ。おいハンダ、お前寝返るタイプの人間じゃないだろ。どうだあのボール、俺たちの怪我すっかり治っただろう。遠藤、いや加藤純一、よくも稲妻イレブンワンから僕のことをハブってくれたね。こんなに顔がかっこいいのに。人の力がどこまでやれるのか俺たちに見せてみろ。お前何言ってんだバカ。お前そう、俺たちダークエンペラーズにサッカーで勝ってな。お前何を言っとるの、大バカ。誰が、待ってろ、俺たちがすぐに助け出してやるぞ。助ける、何か勘違いしてないですか。お前はもうシンプルに潰す。俺たちは自分の意思でここにいるんだ。そうだろみんな。お、あてめえ、お前マジで、お前キラースライドで顔に行くからな。遠藤君と言いましたが、あなたは本当にまっすぐで太陽みたいに眩しい人だ。だからこそあなたにはわからない、才能がないために地上最強のメンバーになれず去っていったものの悔しさが、塗り壁とかもう超高いところから見てるだろうな。そうだ、僕たちは選ばれた、君たちは選ばなかった、選ばれなかった、だから負けた、だから欲に負けた。やりなさい風丸くん。はい、雷門中破壊します。いや、やめろ、こいつらにそんなことさせるな。ならば彼らと戦うのだな。うわぁ、やるしかねえようだな。面白くなってきたじゃねえか。日本中のテレビやラジオ、あらゆる電波が何者かにジャックされてやがる。発信源はこの雷門中だ。あ、聞け、この国に住む力なき者どもよ。私はこの世界の新たなる支配者、剣崎隆一である。引っ込め、ドアホー、ブブブブ。そや、リカ、こんなアホ、いてこましたね。ケツの穴から人差し指突っ込んで、な、ぐるぐるかき回して、そんでもって奥歯ガタガタ言わしてやり。わあ、お前のために撮ってたんだけどな、このドラゴンキャノン。誰か火のやつはいねえか。お前じゃねえ。あいつ以外に火はいねえのか。町田しかいないの。マジかよ、町田なのかよ、ドラゴンキャノン。まあ買えるしな。見せてやろう、最高の戦士の力をな。タッチペンを出せ。デレデレデンデンデン。君たちに教えてあげよう、サッカーは楽しくやるもんだってな。誰だよタケシって。お前なんか純国産で熱い。めちゃくちゃつね。なんだこいつ、 70? おい、なんだよタケシって。誰だよこいつ。お前なんか助っ人外国人。おいワイナイナ来てるじゃん、いきなり。ねえワイナイナいるんだけど。ずるいって。君たちの目を覚まさせてあげましょう、このレインボーループでね。ピピつかせろ、後半勝負。くそ、まるでこっちの行動を読まれているみたいです。カズマル君たちはみんなとずっとサッカーを一緒にやってきたんだもの。遠藤君たちの癖や弱点を知り尽くしているんだわ。誰かからもらった力なんて全然素晴らしくない。本気で帝国に勝つ気なんだな。だってやってみなきゃ分かんないだろ。乗った、俺もサッカー部に入るぜ。お前何部だったっけ。弱ければ何の意味もないんだ。初めて声聞いた。お前そんな声だったっけ。弱くったって自分を信じて陸上部か。道は開けるんだ。あいつ陸部か。めちゃくちゃ聞いとるやんみんな。豪炎寺になろうとするなよ。お前は染岡龍吾だ。勝つことこそが正義、敗者に言い分などない。まさかこれ全員分やるのかな。負けることにだって学ぶことはたくさんある。こいつめちゃくちゃ短い。俺もマックスに対するあれ全くないからな。よろしく。だ、ちょっと待って、少林と栗松は、黙れ。いや、少林と栗松にも声かけてあげてよ。いやいや、みんなって、なんで栗松は。え、もうマジ、もうここで点取らなかったらもう一生点取らない。なにそれ。おい、これやってんだよ、審判。てめえやってんじゃねえぞ、マジで。あーもうヒートタックル、あーもう取られてるし、もうエンドなんて足遅すぎて、あーもうダメ、やばい、ロックオン、あらこだ。やべえ、爆熱ストームが打てなくなったら本当に終わる。よし、ナイス。行く。
かん。あいつらもう立ち上がれんぞ。もうやめなさい。これは命令よ。やめて。お願いだから。神様お願い。お兄ちゃんのお友達を元に戻してあげて。なんか、もん。なんだ、もんって。ゆうかちゃん。なんだ、もんって。いもん。ライモン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 。イモン。ライモン。みんなも一緒に応援しよう。ああ、そうだな。ライモン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 。さあ来い。お前らが言いたかったことをもっと俺にぶつけるんだ。どんな時でも最後まで諦めない、それでこそ遠藤だ。だからこそ俺はお前に勝ちたい。行くぞ。ちょっと回復してお願い。75しかない。ちょっと待って。で、爆裂ストームの TP やべえな。ナイス亀山。ライデン、何やってんだお前。バーカ亀山。なんで、ちょっと待って、なんで技使わせてくれねえんだ。簡単、お前自我を持つなバカ。待って、ライデンが自我持ってる。なんで。うわー、これはやばい、これは無理じゃ。ちょっと止めてないで。ちょっと頼む、肛門の風邪気でしまいやろ。うわ簡単に手はやらねえぜ。よしよしよし、一回落ち着け。いやー、とんでもねえ技だ。トエリア技だ。頼む、お前のど根性も根性で見せろ。肛門の風邪気を締めろ。やばい、これはマジでやばい。うわ、時間があれば。うわー、時期じゃ。勝ち。俺にはまだあと1段階進化が残ってるんだ。重たい道着を脱ぐぜ。前回までは引っ越し屋のバイトであげてたけど、棚卸しであげてたけど、今回のあれはだいぶ効率的にあげてるね。この調子でいったらガードいくつまで上がるだろう。ガード90ぐらいなんねえかな。70。1060ポイントやばすぎる。74。もう1000、もう107、1700しかないの。もうギガントボール覚える。ねえ、ギガントボール多分これ最強の技だろう。もう後に戻らねえぞ俺は。長所を伸ばすんだ。いや、もう行くしかねえよな。ギガンティックアダコーダー覚えるわ。もうこれでできることは全て。 TP50 ざけんな。一回しか使えねえじゃねえか。俺はこの技を使ったら二度と立てなくなるだろう。作戦はただ簡単。簡単だ。右サイドのゴーエンジで相手をごぼう抜きして、最後エンドにパスしてエンドの G アースで決める。マジでそれ。ガード76。やばすぎる。さあ行くぞ。しゃおい、やってみろよこら。これはめんぞ。うわ、これ TP 使うべきか、これ使うべきか。爆裂ストーム62。うわ、これどうするべきだ。この一発に全てをかけよう。ゴーエンジはいけ。バーニングはあえて使わないよ。ゴールキーパーに使う。うわー、やばい。やった。やばくない、ちょっと。いや、あとは守りきれば勝ち。あとは守りきれば勝ち。あとは守りきれば勝ち。しかも G アースもある。さあみんな、ディフェンシブに行くぞ。あー、くそ。もういいよ、見たよ、そのイベント。もう見たよ。旋回見たよ、そのイベント。お前、最近だらしねえな。いや、いける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 。ほんで、これ突破して、いけるいける、マジいける、マジいける、マジいける。いや、嘘だろ。あー、もう、マジかよ。おい、ふざけんなよ。出
すしかねえ。マジでここ使うしかねえ。いやもうちょっと頼む、マジ止めてくれ、マジで止めてくれ。もう出すしかねえ。時日本には日本ウォール出すしかねえこれ。いや止めれる、絶対止めれる、絶対止めれる。ワイバンクラッシュは炎の技だろ。いや俺は信じる、ギガント、ギガンティックウォールを。嘘だろ。それが人の限界だ。いやマジかよ。いやーやばいね。ありがとう、ありがとう、ありがとう。頼む終わってくれ、もう前半終わってくれ。頼むこいつ強すぎる、こいつ強すぎてもう無理。止まってくれ、止まってくれ。前半終われ、前半終われ、早く終われ。よし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 、あぶねえ。ライモン、ライモン、これ毎回見んのかこのゲット。ライデン、よくやった、よく頑張ってくれた。クソ、一人ずつやられていく。何やってんかおいおい、今なんでだ。あーはははは、頼む止めてくれ、もうダメだ。壁山無理だよね。まだ俺がいるぜ。いやもうこうなったら、いやこうなったらマジでライデンキーパーしなきゃダメだ。だってもうどっちしろ使えないもん。いや、まあ、ゴッドハンド使えるわ。これ延長あるよな。俺たちは強くなったんだ。同点なんて納得できねえ。とことんやろうや。これ遠藤キーパーじゃなきゃ無理だわよ。マジだって、何すんの。やべ、ダメだ、ディフェンダーがいなくなってきた。これを町田のさ、レッド、町田のドラゴンキャノンで行くしかねえ。町田のドラゴンキャノンに、頼む町田、ドラゴンキャノン消えてくれ。お前しかいねえんだ町田、ドラゴンキャノン消えてくれ町田、頼む町田。町、いやマジで町、お前しかいねえんだ町、町、お前が、吹雪が栗松抜くじゃん。で、町田がそこに上がってくる。で、パスする。シシド抜く。これ、ウルフレジェンド打てねえよな。町田抜け、町田抜け、もう内側に行け。うわ、間違えた。何やってんだ、お前。やばい、マジ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 やばい、先輩、マジやばい、マジやばい、マジやばい。マジやばい、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 ちょっとマジやばい、マジやばい、マジやばい。クソいいじる、マジだが、マジだがクソいいじる。マジだ、一人抜け、一人抜け、マジだ、一人抜け、マジだ、一人抜け。よし、抜け、いけ、いけ、いけ、マジだ、お前のドラゴンキャノン、頼む、マジ、もうお前しかいない。いや来た、この野郎、てめえ食わしてる。くぅぅぅぅ、いけドラゴン、いけマジだ、決めろ、決めろマジだ、つらげ、信じてたのずっと、マジだ、俺はお前を信じてたぞずっと、マジだ、やっぱり仲間だな。やったぞ、見たか俺のシュート、マジだ、よくやった、みんな全力で守れ、マジだ、お前も帰れ、家に帰れ、バスケットップに帰れ、もうお前必要ない、バスケ部に帰ってくれ、マジだ頼む、邪魔しないでくれ。ディフェンス技覚えてるやつ、塗り壁出すしかねえ、もう塗り壁出していくしかねえ、だって塗り壁のフェイクボンバーじゃなきゃ。いやもうこれでいくしかねえマジで。エンド頼むぞ、エンドお前任したぞ、技温存するべきか。いやでもさ、そんな手加減して勝てる相手か、時間使った方がいいよな。あれ、え、頼む、終わって終わって、あーもう使うべきだ、おっしゃ、危ねえ、よしよしよし、危ねえ。
卑怯とは言うまいね。ああ、ブロック技か。池塗り壁見せたれ、フェイクボンバー強いやばい、こいつら身を結び始めてる。ボルニョレ、ボルニョレ、ボルニョレ、ナイス。よっしゃ、仕込みできた。ナイスすぎる、ナイスすぎる。お前らナイスすぎる、マジで。これはマジで、これマジでいける。今のはマジで勝利を決める一手だよ。よっしゃマジだ、おめえよくやったよ。全員野球で勝った。サッカーやろうぜ。凍てつく波動が。サッカーやろうぜ。エンド、正気を取り戻したか。ドラゴンキャノンクソ適当に覚えさせたドラゴンキャノンがマジで生きたな、あれ。おい純一、誰か忘れてねえか。このドラゴンキャノンを覚えさせたのはお前だろうが。剣崎は逮捕した。これでエイリア席による悲劇は二度と起こらないだろう。こいつらをどうするか、あとはライモン中のキャプテンのお前に任せるぜ。いや、最後全員頑張ったな。どうするかなんて決まってんだろ。エンド、許す。さあみんな、一緒にライモンサッカー部を立て直さなきゃ。やっぱりキャプテンにはかなわない。てめえふざけんな、おめえだけお前だけ正気だっただろ。おい、まあでもこんな男でもやっぱクリがいねえとしまんねえわな。いいじゃん、めちゃくちゃ。めちゃくちゃいいじゃん。ねえ、何この大団円。あいつは太陽ボーイ聞こうか。じゃあ、あいつは太陽ボーイ、あいつは太陽ボーイ。こいつ金か26むせ返るわ。おい、このライモンイレブンの中で一番キック力の低い町田が決めたんだぞ。やば。しかもゴリ夢中もちゃんと使ったしな。感動するわ。名残惜しい。こいつらと別れんのか。ワンの時よりより一層絆が結束が深まったのにな。立ち向かいもよう頑張ったね。止めたよね、立ち向かいね。名残惜しい弱すぎだろ。以上で稲妻イレブン2完結ということで、またね、機会があったら3でお会いしましょう。いや、面白かった、マジで。